こんにちは、肉です。今回はですね、なんと、またまた20のビッグな情報が舞い込んできたということで、ちょっと皆さんにお伝えしようかなと思いますということで、今回はなんと、紅白歌合戦で20はクラップクラップのステージをね、披露するんですけど、なんと、もう一つステージに20が出ますということでね、緊急でね、今回動画撮ってるんですけど、なんと20はね、何のステージに出るかと言いますと、ちょっとこれね、最後まで出順とかもお話ししたいので、聞いていただきたいんですけど、ちょっと記事を読ませていただきますと、紅白歌合戦のぎ 日坂46、NiziU、JO1、Stones、g o h i r がハビットダンス披露へ。世界の終わりの出演時にハビットの MV でメンバーが踊るクセ強ダンスを総勢約50人で披露。赤組、白組の枠を超え、アーティストたちが同ダンスで息を合わせるということでですね。なんと NiziU が世界の終わりさんのハビットをね、ダンスを踊りますイェイ これね、結構知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ TikTok でももうめちゃバズったし、まあ、曲としてもめちゃバズったし、レジュンなんですけど、NiziU が前半の13番目に NiziU がクラップクラップを披露するんですよ。で、その後、鈴木さん、リーファストさんの次、 の、世界の終わりさんなんで、もう3つあとね、もうめちゃめちゃすぐなんですけど、その時に20が一緒にダンスを踊るということでですね、前半にね、2回20が出るので、ちょっとこれ逃さないでくださいね。もう20が終わって、あ、終わったって思っちゃダメですよ。ちゃんとこれ、ハビットまでね、見ていただいて、もう20をね、堪能してください。はい。なので、もうまずこれ、でびっくりしたんだよね。普通に考えてさ、20ってこういうコラボとかってなかなか少ないじゃないですか。なんですけど、こうやって、しかも赤組とか 広組のの枠ををえてもう紅白の全体を盛り上げようみたいな感じで NiziU もこのダンスをね、披露してくれるということで、しかも他のグループさんともね、共演してくれるっていうのが私的にはすごい熱いなっていう風に思ってて、そういうのも本当になかなかないことなんですけど、NiziU はね、踊ってくれるということで、もう豊石さんとコラボするだけでも、コラボっていうか何共演するだけでもめちゃめちゃ嬉しいんですけど、こうやって新しくまたステージもね、出てくれるということで、はい、ちょっと本当に当日の紅白歌合戦楽しみにしたいと思います。 な感じで、これからもね、二重のたくさんの情報とか、ちょっと今ね、ほんと置きたてで色々ね、情報まとめてたんで、今日はね、まだ他にも動画出しますので、ちょっと楽しみにしていてください。そんな感じで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。